今日は商品ページのカタログを作るとき。えー、まあ、念を入れれば相乗りするときもそうなんですけど、商標違反に注意というお話です。まあ、アマゾンはね、商標違反、それからコピー商品の撲滅に熱心です。これ、e、eBay みたくね、野放しにしとくと、まあ、アマゾンには出さないというメーカーが出てきたりね、 アマゾンは偽物だということになっちゃうと、まあ、消費者もね、えー、買わなくなってしまうということあるんで、まあ、この商標違反、コピー商品に関しては、まあ、かなり、まあ、出品者に不利な形、まあ、要はね、えー、拡大解釈じゃないかというような形で文句を言われても、えー、まあ、その商品の出品を諦めなきゃいけなかったりね、まあ、オーストラリアだったらその商品の出品を諦めるで済みますけど、アメリカだと、 ね、えー、もう商標違反の申し立てをされて、実績のない出品者だと、もうそのまま退場というようなね、こともあります。まあ、そんなわけで、えー、カタログ作成時、ね、えー、あるいは相乗りの時もね、えー、商標関係のチェックをしましょう。で商標のチェック方法です、えー。カタログに使われている単語、えー、使われている単語、あるいは自分がね、カタログのタイトルにしようと思っている単語で、えー、プラス、 ね、このコピーライトトレードマークパテントこれを検索しますでね、えー、今回、まあ、オーストラリアで商品が、ね、1個販売できなくなった会員さんがいるんですけど、えー、それはね eBay からタイトルを持ってきて Amazon で使ってたらそれが違反だったとやっぱ eBay は甘いんでね eBay のタイトルをそのまま使うと Amazon だと、えー、違反になるという形があります その形で念のため、検索してからカタログ作る、出品する前に検索するというのをね、チェックした方が無難です。で例えば、スクリュー、ネジ、ネジはね、検索ねえだろうと思って調べてみたら、まんまとね、ネジでも引っかかってくると。ただ、ネジなんちゃらってのはくっついてるんでね、ネジ単体で使うのは大丈夫ですけど、ネジというのでも、 トレードマーク、ね。しっかり、えー、出てきました。で、トレードマークがね、こう、いろいろあって、えー、なにこれネジじゃんと。ネジでネジって名前使えなかったらね、えー、どうやって売るのって気がしてチェックしたら、これはね、ネジの中でトレードマーク、えー、ファースタナーズ、えー、っていうトレードマークのネジがあって、それが引っかかってきたという形なんでね、まあこの場合は、まあネジを出すのにネジって作っても、 使ってもそれは問題ないだろうとただ、このチェックをしたときにね、ここにバッチリ自分が出そうと思ってる、まあ、これで言ったらね、ネジ、トレードマークネジってやったら、ここにネジがドーンって出てきた場合は、えー、ネジで誰かが持ってるんで出せないと、出さない方が無難だということです。 トレードマークネジってやってね、ネジは一般名称なんでネジがドバって出てくることはないですけど、まあ一般名称だと思っててもね、実はここに出てくるという場合はかなり危険です。ただし、ねこれを厳密にチェックしたらね、はっきり言って出せる商品、出せる使える単語はなくなります。念のため使わないでおこうと、怪しいから使わないでおこうという形だともう使える単語がなくなっちゃいます。でね、 商品と同じ用途でもま逆に言うとここでネジってバッチリ出てきてねバッチリ出てきて商標違反は明らかだというのでもまあ儲かりそうだから出しちゃおうと思って出しましたでその商標を持ってる人が文句言ってこなければ何の問題もないですアマゾンが自主的にチェックしてるわけじゃなくて文句言ってきた人 がいたらね、えー、とりあえず、その商品は出さない、出させない。で、文句言ってきた人とね、えー、誤解を解く、あるいはね、えー、条件が折り合って OK になったら出していいですよというやり方なんで、まあ、これね、違反しちゃいけないってことじゃなくて、違反しちゃいけないっていうかね、言い方が難しいんですけど、いくら違反をしたところでね、えーまあ、バレないとかバレるじゃなくて、えー、気にしない相手だったら OK。 あそうそうすごいね、えー、有名な、えー、フランク・ミューラー、ね。まさかフランク・ミューラーがフランク・ミューラーをね、野放しにするとは思わなかったんですけど、あのようにね、えー、フランク・ミューラーが明らかにフランク・ミューラーのパクリじゃんというのでね、文句を言えばフランク・ミューラーは売れませんでしたけど、野放しにしたおかげで売れたというね、実例もあります。肩、まあ、や、ねえー、ビトン まがいの財布なんかはね、えー、そら、適さんとかね、露、え、店、ー、ではいっぱい売ってますけど、アマゾンで売ったらアウトとね、ねいうことがあるんで、まあ、相手によりけりなんですね。で、まあ、逆に違反してね、これ違反じゃないだろうと思われても、うるさい相手だともうダメとね、ね、えー、使えないということがあり、まあ、使うと危険ということがあります。この辺はね、えー 何とも難しいところなんで、まあ、迷ったら相談してください。だまあ、大丈夫だろうと思って出すのが一番まずいです。でね、えー、ダメかもしれないけど、すごい儲かるんだったらやっちゃうっていうのも一つのやり方ですし、えー、大丈夫そうだけどね、えー、そもそもあんま儲かる商品でもないからやめとこうというのも、まあ、えー、正しい判断かなと思いますんで、まあ判断に迷ったらね、この検索結果等をつけてご相談ください。以上、まあね、今まであんまり 気にしてなかったそのカタログ作りの時の単語そんなもんまでねやっぱりうるさいところは違反を言ってきますし全然まだまだチェックをしてなかったうるさい業者はいくらでもいるということが分かったんでね相乗りあるいはカタログ作成の前にはこの商標違反に商標に違反してないかどうかチェックしてください一番 簡単なチェック方法というかね、楽なやり方は、す、え、で、ー、に Amazon のカタログでランキングがあると、ねで。売れてて、売れてて前もあった、今もあるという商品はね、えー、問題ないから売れてるんで、えー、大丈夫な可能性が強いと。ただね、ね、えー、カタログがない、あるいはね、えー、カタログがあるけど売れてないという場合は、えー、これはなんかね、えー、実は違反してる、えー、だけど、 バレてないいだけとか、ね、あのいう可能性が高い違反してるからカタログ消,しちゃ消されたとかそういう可能性があるんでやっぱ新規でカタログ、えー、作るときには慎重に作ってください、ね、まあオーストラリアね、えー、ま,まあまあ文句は言ったとしてもその商品売れないぐらいですけどアメリカもやばいです、えー、アメリカだったらね違反申し立てがあったらもうあのよほど実績作ってる人以外は退場という可能性が高いんで極端に言えば アメリカではカタログ作らない方がいいんじゃないのかなぐらいの勢いでね、少々違反のチェック、厳しくなっています。